それでは、思想ラスを組み込んだ意味解析システムという文献についてちょっと紹介したいと思います。でまず概要ですが、解析構文解析で用語の異なりや構文構造の異なりを対処してその解析の精度を向上させたいというような目的で、対策としてはその思想ラスを用いてその用語間の意味をや、まあ、距離を決定して、それを解析の解析器が、まあ、用語の標準化やかかり受けの積化、または主語の復元、分節意図っていうのを、まあ、使って、もともと解析器を作ってたみたいなんですけど、でそれにこの思想ラスをなんか追加して見た結果が、最後のもう紹介するんですけど、一応結果だけを見ると 0.9 ポイントの向上だったということでした。でまず、まあ、その構文を意味解析、意味的な距離で、決定する方法、手法としては、ネットで行く場所を調べると車で行く場所を調べるだと、ネットと車っていう言葉しか違いはないんですけど、実際にその解析してほしい結果としては、ネットでにかかるのが、まあ、調べるで、車でだったら行くっていうふうに違うところに、まあ、かかってほしいっていうので、その ネットでの意味としてこの言葉の中で近いのが、行くとか場所ではなくて、まあ、調べるっていうのが意味的に近いっていうのを、まあ、調べて、それで、まあ、意味が近いのでネットでは、まあ、調べるにかかる。で、まあ、車での場合は調べるとは意味的には近くないっていうのを判断して、で行くが近いだろうでということで、まあ、車では行くにかかるというふうに判断すると。まあ、他の例で言うと、まあ、美味しいにかかるのはリンゴやで、まあ、その前が故郷であればリンゴにはかからないから、まあ長野に。で、あと、まあ、この下のこの P の記号というのは並列って意味を表す意味で、まあ、ビールとお酒が同じ意味を持ちますというようなことを表すもので、で、まあ、都があるからといって必ず同じになるわけではなくて、まあ、先生とお酒っていうのも意味的には近くないというので、別に並列として表すことはしないといったようなことを意味を用いて、まあ、決定していくという感じですね。で、その意味の定義としては、この表にあるように同義語と、まあ、反義語、共義語というふうに、まあ、この 1,2,3,4,5,6,7 パターンですね。で、まあ、例で言うと、まあ、さっきのネットでに対しては、まあ、調べるっていうのが、ここで言うとかかり受け語ですかねに対応していて、でネットで行くっていう言葉が思想ラスの中に登録されていないので、まあ、今回は無限と仮定してあって、で、まあ、意味的な距離では調べるの方が近いというふうになります。でこのままだと、いや、でその意味、定義として、あのままそのままだと純粋にもう思想ラスのデータの中で、まあ、1対1の関係しか持ってこれないので、その、まあ、未定義のものが多く出てきてしまって、でそれを、まあ、ある程度、まるそのか言葉がふんそうですね、まあ、意味的な距離を多少は、まあ、加算することで広げようというような考え方で、さっきの表で言うと、例えばですね、犬に対して土佐犬というのが競技語、哺乳類に対してだと犬がまた競技語で、犬に対してだと土佐犬というのがまたその競技語になるので、まあ、哺乳類から土佐犬には、まあ、距離的には2になるといったような計算の仕方ですね。
ただそうするとそういうふうなつなぎ方をすると同じ言葉でもまた異なるものを同義語として引っ張ってきてしまうこともあるので、このな、論文を見た限りでは多分この単語でもこの単語だと別の意味も含んでしまうっていうようなものがあるので、そういうものはなんかそういうふうにもう言葉で決めてその言葉ではなんか同義語にはしないといったような処理をしてあるみたいです。今回で言うと上稲荷さんだと稲荷神社や稲荷寿司っていう風な言葉の使い方をされるからといって、まあ、神社と稲荷寿司がこれ同じになるわけではないという風に、まあ、別々で管理するといった感じですね。でその思想ラスを用いてまたこのようにインターフェースやインターフェースといった、まあ、表記揺れというようなものも抑えて、言語工学研究所が推奨する、まあ、言葉に全部統一させようというようなことも行っています。であと、まあ、限定用法を叙述用法に統一というので、まあ、この青いリンゴっていうのが限定用法になって、でそれをあの下の表の関係で、まあ、動作主体とかを判断して、まあ、がを追加するといったような処理を行っています。あ、こっちで、あと、まあ、ここに関しては実もう解析とは直接関係なくて、あの解析結果に情報を付与するといったようなものになるんですけど、付属、五感の後ろを全部区切って、その後ろを全部これだ例で言うとお酒あ飲むに感じに対して飲んでくださいっていうもの、この言葉がそのまま、付属語の並びというようなものになって、で、まあ、こういうふうなデータとして、願望や意思あ見たいあ飲むの後ろに見たいがつく場合はそれは願望という意味や、なんかまあ意思、まあ、っていうようにこういうふうに後ろの言葉でなんかその意味をつけたりに、それが何人称の時に使われる言葉、主語が何人称の時に使われる言葉であるかといったようなことようななんか辞書を作ってあるので、なんかそれを、まあ、なんか解析機に組み込んでいるみたいですね。でまあここら辺も、まあ、そういうなんかデータを用意してあるっていうようなものなので、直接あの解析機にはあんまり関係ないものですかね。ただ、まあ、一応、まあ、こういう、単語によっては非騒音だと、まあ、良いや悪いっていったようなものを、まあ、付与しその単語ごとにも付与しているというものですね。で、まあ、先ほどの分節意図を用いた推定やその言葉が謙譲語であればそれは絶対にその動詞に対してのその動詞の主語というのは一人称であるとか、尊敬語というのは尊敬語が文章で使われていれば二人称三人称がその動詞に対して主語に来るといったような推定を行って、なんかあれこれが最初あの実際に思想ラスを用いる時の辞書としてまとめてあるものです。で、まあ、エラーフラグっていうのが、ネットで、あ、まあ、実際によく使われる言葉なんですけど、実際にはちょっとなんか使い方を間違ってたりとかするものには、まあ、一応エラーフラグというものを付与して。まあ、実際に解析には使うんですけど、まあ、それは間違ったものですよみたいなことを、まあ、というようなフラグを単語につけたあるようです。で全体として異なり語のあこの辞書の大きさとしては異なり語の数が、44万語の辞書を使ってあという辞書を用意してそれをまあ解析に付与
さっきの意味の意味解析、距離を計算するために使うといったことをして、で、まあ、実際の元の解析機で使ってあるものがこういう名詞の意味や用語の活用で、動詞の性質で先ほどの付属語の並びといったものを元使ってあって、で実験ではヤフー知恵袋の2004年4月の記事を、まあ、ついでに それに対して一応カボチャを用いた時の解析精度と、そのシソーラスがあるないなかった時のないシステムとシソーラスを組み込んだ時のシステムで比較して、でもカボチャに対してはその、まあ、高い 13.8 ポイントっていう高い精度を出してるんですけど、そのそれはまあもともとシソーラスがない状態でも高かっただけで、シソーラスをつけたことによる向上としては 0.9 ポイントしかなかったと。で実際の文章で言うと、正しくできたっていうのが160で、間違ったものが120、そのなかった時は正しくできていたのに付与したせいでその間違ってしまったっていうのが12分出てきたと。で例としては、成功例としては音楽がいつまでたっても始まりませんが、なかった時は音楽がにたかかったのがたってもだったのが、音楽と意味的に近いのが始まるという単語っていう風な感じで付与することで音楽が始まりませんの方にうまくかかってくれたっていうのに対しての失敗例は、警察の話に行って警察の方に話が行っているかわからないっていうので、もともと話が行っているにかかってくれていたのが、話に対して、まあ、言っているよりも分かりませんの方が意味としては近いと判断してしまったために、まあ、話が分かりませんの方にかかってしまったというような結果がになりました。そして、まあ、まとめると、シソーラスによる意味的な距離を考慮しても 0.9 ポイントしか向上していませんということで、原因の考察としては、かかり語がの規模が小さかったっていうのがあるんですけど、実際にかかり語がその辞書の中でどれだけの単語を用意されていたのかっていうのはちょっと書いてなかったので分かりませんが、まあそのヤフーにの言葉をうまく拾ってくることができなかったっていうのが書いてあって、または、そもそも会話体の文章が多いっていうことで、その全体的に精度自体がそもそも悪いので、あまりなんかシソーラスを考慮した解析自体がそもそもできていない、シソーラス以前にそもそも解析自体がうまくいっていないことによってあまり向上しないという可能性というふうな考察がされていました。以上で終わります。